ガンでお父さんがちょっと亡くなってみたいな感じ で兄ちゃんはもうギャンブル狂みたいな。でそこからいろいろ家計が厳しくなって、キャンディーズフィルム、八乙女雅、1億円プレイヤー聖夜の下で成り上がってきた男がついに副主任昇格。そんな副主任昇格さえ挑む八乙女雅に密着した。営業開始直後、八乙女雅を祝いにたくさんのお客様が駆けつける。こちらブリスタテーブルや、はい、素敵な素敵な、はい、シャナーサラフォーリア、はい、始まりますということで、はい、ナイムさん、はい、素敵なシャッパーありがとうございます。結構ね、お久しぶりですね。半年以上ぶりですかね。はい、でも自分の公演ファイブの時にこういう風に顔出してくれるので本当に幸せを感じるし、さあこれからもね、変わらず仲良くいてくれたらいいなって思ってます。はい、本当にこんな大事な日に顔出してくれて、はい、自分の顔出してくれて本当に感謝しないです。素敵なおじさん、ありがとう。よいしょ。はい、ゆうさん、はい、素敵なおじさん、ありがとうございます。これからもっとゆうさんもね、仲良くなっていけたらいいなと思ってます。はい、素敵なこと、自分のイベントのために頑張ってくれて本当ありがとうございます。素敵なシャンパン、ありがとう。よいしょ。1発目と2発目、早速シャンパン入れてましたけど、はい、いかがですか、心境の方は。いやー、ありがたいですね。本当なんか恵まれてると思います。本当に周りに感謝ですね。本当ありがとうございます。なんか今日のこれからの意気込みとかあれば教えてほしいし。いやでもやっぱなんか自分のスタンスにやっぱ自然体で楽しませるっていうのもやっぱあるし、やっぱなんか女の子を楽しませるっていうのはもちろ なんか大前提としてあるとして、やっぱ自分も楽しまなきゃ相手も楽しませないと思うんで、はい、今日なんか精一杯楽しんでお店が盛り上がってくれたらいいなって思ってますね。改めてなんですけど、お名前と役職の方お願いします。キャンディーズフィルム店舗責任者を務めさせていただいております、ヒロと申します。よろしくお願いします。店舗責任者っていう観点から見て、はい、みやびさんはどういった方ですか？みやびは、まあ、元々キャンディーっていうお店で一緒にお仕事をさせていただいて、まあ、もう1年以上、まあ、2年ぐらいの付き合いですかね、彼とは。で、まあ、僕もこっちキャンディーズフィルムの責任者になって、でみやびもこっちに移籍してくれて、まあ、また一緒にやる仲になったんですけども、多分一番真面目じゃ、実は一番真面目じゃないかなっていう部分と、あの実は一番あの彼こそがアルコールモンスターじゃないかなと思っております。キャンディーの時の雅さんってどういった方でしょう？キャンディーの時の雅はそんな目立つタイプでもなかったですし、まあ、順調に今売り上げを上げて、でまあ本当にこう波が激しいやつだったので、まあ、こっち来て本当聖夜代表の下で本当に成長してくれたなっていうのはありますね。お店を、まあ、幹部としてなんかお店をどうしていってほしいと なんかどう引っ張っていってほしいとかっていうのはありますか？まあ、副主任に今昇格してくれて、まあ、まだまだあの上の役職はあるので、まあ、これからまあ主任だったりとか支配人だったりとか、まあ、そこをまあ目指してほしいっていう部分も、あるんですけども、やっぱり面倒見がすごくいいやつなので、まあ、みやびという男が、まあ、まあ下の従業員も引っ張ってってもらえれば、まあまあ、フィルムっていうお店がまあさらに盛り上がるかなと思います。はい、皆さん、はい、さよならありがとうございます。まあ、はじめましてに近いんですけど、はい、これからよろしくお願いします。よいしょ。皆さん、ありがとうございます。みやびおめでとう。本当に、まあ、本当に愛溢れるお店に、はい、お前らもみんなね、そうやって思ってくれるね、まあ、お店になってほしいなと俺は思ってます。今までのみやびさんって、店内でどういった感じの方でしたか？いやもう、その仕事に対して、すごい真面目だなっていうのが、すごい伝わってくる人だな、感じる人だなとは思いましたね。これから副主任になって、はい、なんかお店をどう引っ張っていってほしいと か、 なんか下の子にどういう影響を与えてほしいとか、なんかありますか？まあ、これからもその真面目さをまあみんなに伝えてるんで、まあ、結構背中で見せるタイプなのかなとは思ってるんで、僕の中では、まあ、そのままやっぱり、その背中で見せてもらって僕もそのまま、まあ、頑張ってそこに近づけるようなあのホストになっていきたいなと思ってるんで、まあ、宮部君についていきたいなとは思いますね。大きな盛り上がりを見せた昇格祭も終盤に入り、店内は八乙女雅の巨大シャンパンタワーでクライマックスを迎える。
プレス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 プとしてはやっぱりもう付き合いも長くなってきたんで、の中でキャンディーからこうついてきてくれて、でまあ彼真面目なんで本当に女の子にこう向き合う力っていう意味では向き合ったりとか、こう人としてっていうところがこう彼の魅力なんで、まあそんな男が一歩ステップ進んで、うちの店に来て、うちの店でこう昇格祭ってことでまあタワーをできるってことが本当にね、俺としてもめちゃめちゃ嬉しいし、おめでとうと思ってます。出会った当初から見て、今のその宮城さんってなんか変わったなって思ってるっていうのはあります？あーでも本当に彼不器用なんで、まあ今でもねちょっとこうまだまだ俺としてはね、期待してる分で足りないなって思うところもあったりはするんですけど、実際こう言ったことに対してはこう変わってくれたりとか、面倒見よく、やってくれてるなって思うんで、まあそこは本当にね、またここの結果についてきた部分なのかなと俺は思ってます。副主任にしようと思った決め手とかって何かありますか？まあ一応もともとキャンディーの川本さんやってる中で、基準値をしっかり決めて、目標をクリアしてくれた中でキャンディーとの売り上げももちろん合わせた上での昇格に当たるんで、まあ逆に言えばもっともっとこれから期待していきたいなっていうのが、僕の気持ちです。副主任昇格おめでとうございます。キャンディー時代から共に、仕事をさせていただいて、ここまで本当に成長してくれて、フィルムというお店を背負って立つ、人間になってくれて本当に僕は嬉しいです。そして姫さん、本当に今日は素敵なタワーありがとうございます。よいしょー。本当に姫様、まだね、本当に素敵なタワーあります。姫のおかげもあって本当にこうやってね、自信もついて、じゃないとこんなね、真緑のタワーはね、こんなエゴなタワーはね、できないかなと、ね、思ってます。次のタワーも姫様にお願いします。姫さん、本当にね、はい、次のタワーありがとうございます。これはもっといい男になるし、もっとかっこよくなるし、それからもね、なんかいろいろと、まあ、始まったばっかりなんで、はい、いろいろフィルムに始めように、いろいろと2人で思い出を作っていけたらいいなんて、はい、そういう感じでます。本当に素敵なタワーコールありがとうございます。よいしょ、誰からも慕われ、みんなの兄貴として常にキャストたちを引っ張ってきた男、八乙女みやび。多分目に見えたら成り上がるよね。いや、目に見えたら成り上がるんですよ。17歳から21ぐらいの多分 3,4 年間ぐらいが多分一番濃いかったっすね。俺が頑張るしかなかったんで。キャンディーズフィルム2人目の幹部、みんなの兄貴としてこれからのフィルムに欠かせない絶対的な存在になっていくだろう。